サイレントヒル2リメイク実況プレイやっていきましょう。こんなに不気味な男性用小便器見たことがありません。おそらくギャルゲーでしょう。これでやっていきましょう。音の臨場感やばすぎだろ。やばいってこの音やばすぎ。思いのほか手におしっこ引っかかっちゃったのか。そういうことあるよね、男なら。何震えてんの。矢に切れたのか。え、ラクーンシティの警察署に着任したはいいものの、初日にバイオハザードに巻き込まれそうな顔してるじゃん。剃り残しか。どうした。なんで便所からスタートなんだ。無理にとは言わないから、おテント様の元からスタートさせてほしい。メアリー。メアリー。Could you really be in this town? メアリーっていう子を探してるんだ。妹か娘か。あ、やめよう。無理だ。諦めよう。妹はもうメアリーは無理だ。終わってる。来ちゃいけない。これが静岡か。久々に来たぜ。なんでホラーゲームの舞台ってこんな鬱蒼とした森なんだろう。ドン天の元、雲一つない快晴の中、そよ風吹き抜ける草原でやらせてくれ。サイレントヒル、サイレントヒル。You promised you'd take me there again someday. いつかまた二人で行くと約束しておきながら。But you never did. 私のせいでかな。奥さんかな、この感じから。Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. え、その思い出の場所の一つが今の便所だったの？結構過激な付き合い方をしてたんだね。I got a letter. 手紙が来た。封筒にはメアリーと書いてある。 My wife's name. 妻か。 It's ridiculous. そんなバカな、あり得るわけがない。 Can possibly be true. なんで。 That's what I keep telling myself. 分かっているつもりだ。 Mary died of that damn disease. メアリーは3年前に病気で死んでいる。 じゃあほなメアリーちゃうか。 ほなメアリーちゃうな。思い出の場所どこなんだろう。どこ分かってないのかよ。あ、そういうことね。言い訳を聞こうじゃないか、ジェームスが。思い出の場所がありすぎて分からないと。でも手紙が来たってことは、見とったのかな、ちゃんと。動ける。あまりに操作への移行がスムーズすぎて固まっちゃったわ。よし、じゃあまずはこのフットワークで帰るか、家に。どうやって走んだこれ。これ走ってることになってる、まあ、ジェームズちょっと今ねえ、なんかあんまり気持ち穏やかじゃなさそうだし、こういう走り方しても不思議ではないよな。とりあえず漏らすか、開いてないし。これで走るしかないの。とりあえずゴミでも漁るか。まずゴミでも漁ってと。ゴミは漁れない。じゃあ車上を荒らすか。すでに荒らされてるな。お、地図来た。サイレントヒル展望台。なるほど、左の道から抜けて墓地につながるのか。サウスベイルの地図。
ま、それはそれとして帰るか。静岡に用はないし。クソ、車乗れなさそう。この道を抜けていけばいいのか。お、飲みかけ。ぬかるんでんね。ぬかるみの中でもこれで走らなきゃいけない。お、あ、L1 でダッシュ、ありがとう。見かねて、見かねて教えてくれた。これさ、あ、なるほど、投身自殺はできないと。死にてえならこっちが用意した手段でちゃんと知れっていうゲームの意思を感じたわ。ガン、待て待て、ブルブルする、コントローラーが、めちゃめちゃコントローラーがブルブルするんだけど、何これ、何かを感じ取ったんだけど、なんだ、更年期なのか俺のコントローラー。人間と年の取り方が違うのかな。まだ買い替えて 2,3 ヶ月ぐらいなんだけど、勇気出していこう。なんだ、あ、おい、小石が、おい、人マジで言ってる、小石が一粒転がってこの振動を味わわせんの。おい、敵出てきたら外れるぞ、コントローラーが多分勢い余って。なんだこんな天気悪い時に来るんだよ。天気予報ちゃんと見てから来いよ。なんだこの空間は、井戸か、滑車がついてるから井戸っぽいな。なんか赤い蒸気出てねえか。え、なに、トマトスープ煮込んでる、なにこれ。あ、なんだ、セーブ、あ、井戸でセーブするんだ。へえ、まるで頭の中をまさぐられてるみたいだ。独特な言い方だな。これがセーブポイントね。オッケー。あ、家に来た、人ん家だ、失礼しまーす。ジェームス、女の子になっちゃった、霧に入って。流行りの TS ものだ。すげえ、あ、違ったわ。よかった。サイレントでヒルさんですか？Excuse me. I'm sorry. そりゃそうよ。なんで遠くから声かけないんだ。いきなりタッチは。I'm kind of lost. Lost? Yeah, I'm looking for Silent Hill. Is this the right way?Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road you can't miss it. はい。ずいぶん寂れたお墓だね。Thank you. But. 何？行かない方がいいって？ I think you should stay away. だと思った。This town, there's something wrong with it. 変になってる。And it's not just the fog either.たかがハンバーグ屋さんに720分待ちだったりとか。 Maybe. It's kind of hard to explain, but I'll be careful. I'm not lying. No, I believe. 疑ってるんじゃない、ただ行かなきゃいけないんだ。 I guess I don't really care if it's dangerous or not. もしかしてジェームズは死にたがってるのか。 Why? I'm looking forSomeone. Someone very important to me. 3年前に亡くなった奥さんなのに。え？ I'm looking for my mama. え、何？ I mean my mother. It's been so long since I've seen her. 新たなナンパか？俺はママじゃないぞ。まあ、ママでもいいけど。I thought my father and brother were here. But I can't find them either.I'm sorry, it's not your problem.No, いや、もう気にしないで。I hope you find them. Yeah, you too. え、バッドコミュニケーションっぽいな。戻れるこれ。Does it seem unsettling to you? この眺めを超えるものはないな。まるで墓のビュッフェだな。ん？こっちでいいのか？よしよし。いっぱい行く。まあ、どういうゲームかわかんないけど、多分ジェームス、顔から察するに多分手首がちぎられても、
なんか水ぶっかけてくっつければ治りそうな顔してるから。ここは池だ。死んでる。全部抜け。鍵はかかってて入れない。待って、書いてある。サイレントヒルランチ。静岡ってこんなところなんだ。俺あんまり静岡って行った経験ないから初めて来たけど、薄気味悪いとこなんだね。浜松とかどこにあるんだろう。ぐちゃぐちゃだ。不気味すぎるだろ。アンパンマンマーチを流してくれ。武器がねえから敵が出てきてもどうすることもできねえな。ここも入れない。いずれ入れるようになったりするのか。失礼します。アイテムなし。鍵が必要だ。鍵が、ここか。いや行きたくねえ。いや元気に行こう、愉快に。別にいいじゃないか、何かが出たって。 Went to town to get the window fixed Slacky in the drawerスペアのキーがタンスの中に入ってるみたいな感じかな。もしくは野にチンポポが生えていますねかな。Anyone in here? これはね、入らない方がいい。ジェームズ、いやこれ入るのはマジで無理だ。暗すぎる。いや落ち着け。松崎しげるが埋めてると思う。そうすれば入れる。ライトとかねえの？今すぐ頭頂部の毛全部むしってライトになれ、ジェームス。イエーイ、鍵。オートパーツの鍵。回転。なんかあるだろう。怖すぎる。やっぱ武器がいる。基本的にね、こういう。ゲーム、バイオハザードもそうだけど、武器さえ手にしてしまえば怖いもんないから。早くロケットランチャー手に入れよう。開けごま。ちなみに、なるほど、アイテムはなくなる感じね。なんか ずっとさ、ぐるぐるなんかの獣みたいなやつのうなり声が聞こえるんだけど、ちょ、ジェームスの腹の音ってことにしておこう。そうすれば愉快になれる。シャワー浴びてこう。怖い。怖いからシャワー浴びてくわ。ちょっと顔洗ってスッキリしよう。ふぅ、気持ちいい。なんか人がいないのはいいんだけどさ、動植物、動物、小鳥とかさ、小動物がいないのがやばいわ。右はいけない。左だ。物をきしむ音一つで、心臓を。あ、ムービー入った。なんだこれは。ノートだ。いや、マップか。はい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 。ここがサイレントヒルなの？サウスベイル東の地図。行かなきゃいけないところ多すぎるな。個人的に気になるのはレストランゴンザレス。まだ誰もいないし敵もいないけどね。てかこんな街広い。なんだこれは。What is this? なんか木の実潰すとこうなるよね。右に行ってるね。リンゼ通りを右に行くと、この結婚の主が見つかりそう。まあまずは腹ごしらえだ。ここか、レストランゴンザレス。ゴンザレス、助けてくれ。頼むよゴンちゃん。うわー、一見広いように見えるけど、序盤は行かなきゃいけない道はまっすぐだけが。
なんだ？あら、やばそうなのおるわ。第一村人発見。第一村人発見したよ。Hey. Wait. ちょっと待って。第一村人だ。この先は？右には行けない。なんだ？向こうだ。すいません、すいません、爽やかハンバーグってどこ、爽やかハンバーグってどこにあります？すいません、ちょっと早めに来た方がいいっつって早めに来たんですけど、爽やかハンバーグってどこ？Hello? すいません、富士山ってどっから見れますか？すいません、すいません、浜松餃子買いたいんですけど、失礼します。やべ、人んち買って入ってきちゃった、怒られるかな。まあ気にしちゃダメだな。すいません、どなたかおらっしゃいませんか？あ、なんだこれ、ラジオだ。おい、ジェームス、左に何かいる。左を見ろ、左を見ろ、ジェームス。なんだこれは。なにこれ、チャックマンだ。あ、こら、ちょっとよし、使ったわさあ、で、ぶん殴ってやりますか。さあ、ほら、すいません、浜松駅ってどこでしょうか？三崎港に行きたいんですけど、三崎港でマグロを食べたいんですけど、すいません、どこでマグロありますか？マグロは出せ、マグロ。ああ、なんだあれ、人間じゃない、人間じゃなかったのか。道理で言葉が通じないわけだ。え、これ体力どうやって回復すればいいんだろう。俺の冒険ここで終わり？ちょっと何でもいいから、なんかハーブでもいいし、なんかぶっかけられるものがあればぶっかけてほしい。あ、これじゃね、シリンジ。これをこんな不衛生で、誰が使ったかも、誰が使ったかもわからない不衛生なシリンジをどうする？刺すとなぜ治る。どういう体してんだ。からか。R2でガラスを割る。もっとなんかいろんなもの壊したいな。あ、待って、これも壊せる？扉は壊さないか。まあでも武器持ったからもう全てを破壊するだけだ、あとは。あら、ちょっと。ムービーですか。ん？来てす。メアリーの声。もっとハキハキ頼む。ゆっくり。パドン？ iFi 選挙演じゅ？わたっこ。なに、わたっこ？ジェイム？まあ、気のせいでしょ。妻の声に似てたけど、似てたし、俺の名を呼ぶんでるような気もしたけど。多分気のせい。ちょっと今破壊を楽しむ。ここだ、メアリー。ここか！メアリー！ここなのか！やった！栄養ドリンク手に入れた。
メアリー、ここが今出してるからな。メアリー、ああ、メアリー、メアリー、どこ行っちまったんだメアリー。メアリー、いや、メアリー、メア、メアリー返せ。まさかこれ時間の無駄か。どれ、どれは、あ、もしもし、あれですよ、あんま道のど真ん中で寝ない方がいいですよ。バー、え、なんだ、うん、え、新しい情報、どこに行けばいい、バーに、こんな死体死体が指し示す方向に行っていいのか。なんて書いてある、これを読んでいるならここから出ろ、見た目に騙されるな、その裏を覗き込むだけで時々出てくる、よくわからん。出ちゃった、ジェームズの破滅的オーナラ。うわり、これさ、走りながらさ、殴ると、キチゲ解放できる。キチゲ解放切りができる。これ使っていこう。あ、いた。ほら、飲みすぎは良くないですよ、飲みすぎは良くないですよ、やばい、つれえ、の酔っ払いが、アルコールは控えろってあれほどお医者さんに言われたでしょうか。やべ、ボロボロだ、どうしよう、これあれかな、栄養ドリンクつどうなる、栄養ドリンクは必要ない、あ、ちょっと買い物していこう、すいません、回復薬ありませんか。くそ、やるしかねえ、ジェームズ男見せろ、まあ、捜査官に慣れてねえかな、これさ、無敵判定あんのかな、どうした、よいしょ、よし、よいしょ、この野郎、二度と人様に逆らうんじゃない。右手に見えますのは廃墟、左手に見えますのも廃墟でございまして、正面で寝っ転がっているのがエヴァ、ゴキブリでございます。昨今ゴキブリは大きくなる一方、痛てー、まずい、どうなってんだこれ、溶けちゃう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 、ほら、くたばれ、溶けちゃった体の半分が、まあギリギリかすり傷か、着いた、目的地に着いたぞ、よし、失礼します、よしよしよし、よし、はあ、I don't know、 いきなり何がどうしたのかわからない、あいつがいきなりあれをぶったたき始めた、店の外に放り出したけど、奴は何もかも元に戻すと叫びながら走り去っていったよ。集められる分を集めたが、まだボタンが一つ足りてない。レコードの半分がまだ中に詰まっている上に、もう半分は行方不明。あいつが持ち去ったに違いない。そういえばあいつ、グルービーの方に走っていたな。とにかくだ。あいつはソウル通りの薬局の近くに住んでいるはずだから、様子を見に行ってやってくれるか、大丈夫かどうかだけでいいから、アパートは9号室。ね、普通に嫌だ。なんか、回復アイテム的なものあるだろう。何か、これは回復薬、極太シリンダー来い、レコードなんだ、こいつを修理しなきゃいけないのか、あー、ダメそうだ、割れたレコード、オッケー、これで切りつけて殺すわけか、なるほどね、やべえ、回復ねえのきつすぎ、もうちょっとすぐ近くだ、走り抜けよ、
正面を進んで左ね。こんにちは、おはようございます。ここね、ちょっとムシ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 、戸締まりしっかり、戸締まりしっかりして、戸締まりはしっかりしろ、マジで。クソ、早く入れ入れ大丈夫か大丈夫か、なんだこの野郎虫か、まずい、もう死にかけだ。なんか、回復、何でもいいから、5号室の住人が鍵を置いていった。上の階から水漏れしてるし確認しないと。水漏れはいいから、先に俺も漏れちゃう、血が漏れちゃってあかん。5号室の鍵ね。でもアパート9号室じゃなかったっけ、漏れちゃう、俺が命漏れちゃう。虫に小突かれただけで死ぬ。ありそう、アイテム、うん、あ、切った、これは切ったね、シリンジ切った、よいしょ、うー気持ちいい、うー生き返った、すいません、どんな血尿だよ、黒尿じゃねえか、失礼しますよっと。上から音がする。騒音で被害届け出さなきゃ。ビルは外に。下にいるのか。下にいる分なら大丈夫。どこだ。大丈夫か。大丈夫か。急げ、オープン。え、あら、どんだけ重いんだよ体重。でもそんな時に彼女がやってきて、そういうものを洗い去ってくれた、物事にまた意味を見出せるようになった。でもここじゃダメだ、ここじゃダメだ、抗えない、冷静にならないと。敵さんで一度止まる、その後出発すればいい。なんだ、黒塗りのところは自民党の裏金の金額でも載ってたのか。何をやってる、行けよ。俺じゃねえもん。別に俺の手じゃねえから好きなだけ突っ込めよ。俺の手じゃないもんだって。ほら行け、早く。ゴー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 。ほら、もっと奥まで。部屋の中身は何かな？ハイチュウ？何これ？ハイチュウか。何これ？え、ジュークボックスのこれでいいの？飽きはしない？くっさ。ハイチュウってこうやって作られるんだ。うわ。イカスミ。こっちは？10号室。なんか9号室。あ、ここが9号室か、場所的に。なるほど。9号室、目的の9号室に来て、ジュークボス。あ？なになになに？危ねえ、引っかかるとこだった。目的の9号室に来たから終わりってことか。で、このジュークボックスのボタンを、目的、あれかな？もう一回、カフェに戻って、つけてみればいいのか？まだアイテムが足りてないってことか。じゃあグルービーミュージック先行った方がいいな。昔さ、キックボードっていうのが僕の小学生ぐらいの時に流行って、それに乗って遊んでたら警察に急に呼び止められて、そのキックボードはお前のなのかみたいな風に問い出されて、いや俺のだよっていう風になったんだけど、なんか結局盗んだんじゃないかみたいな話になって、親に連絡されてブチ切れたことがある。親が、うわ、レストランで腹減ったんだよ、助かる、すいません、
ビーストロ、ストロガノフください。必ず攻撃終わりを狙おう。2匹いるね。2匹いるね。おもろいやんけーな。てめえらなんか2匹いようが3匹いようが関係ねえよ。やだー、どこ行くんだよ、くたばれ、ほら逃げるな、戦いから。煉獄さんは負けてない。くそ。うやばい、読んでる場合か。どこだ。いっぱいいる。ああ、これは無理。このレコードショップにはちょっと入れねえや。このレコードショップは、このレコードショップは無理だ。ピピピピルピルピピピピ。エスカリボール。来た。何これ。レコード接触剤。これで傷口を塞ごうってあんか。壊れたレコードオーケー、これでくっつけられるのか。あともう真っ赤じゃねえかよ、息も絶え絶えすぎる。オーケー、できた。これで戻ればいいのか。ロングロングウェイホーム、確かに遠いよ帰るまで。帰ろう。やばい、やばいぞこれは、マジでやばい。帰る、急いで帰ろう。無理だ、相手してらんない。踊り抜けて、なんでこいつどっから湧いて出てんだ。ミミズの自殺じゃん、この野郎。俺の聞くまで返せ。うわ、待って、セーブしよう。セーブ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 、俺の勝ち。こうか。で、こうして、こうで、レコード刺して、来た！やっとできた。完璧。で、移動させて、ここのボタンがねえから、ジュークボックスのボタンつけて、で、お金がねえから、なんで動かねえ。くそ、お金がない、コインがねえんだ、コインが。多分だけどこれさ、目的が終わるとチェックマークがつくんだ。で、敵さんカフェにチェックマークがついてないから、多分俺なんかアイテム取り逃してるわ。えい、ムシ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 。こいつら足も遅いし、髪の毛もハゲてるし、あの腕もないし、脇臭いし、むしろ終わってるから無視していい、構うことない。ここだよな、カフェって。カフェじゃねえ。なんだここ、どこだ、どこだこれ。驚きの洗浄力、頑固な汚れも落としてくれると助かるね。頑固な汚れもいいけど、回復薬も落としてほしかったね。やべ、いや、あえて勇気のスルーでいく。勇気のスルー、これがまずい。よし、来いよ。もう起きるんじゃねえ。よし、これか、レジから金くすんねんのね。ね、して、よし、よかから、ああ、神、よし、さすがバイト歴3年。くそ、ってきた。ああ、まずい。おい、こいつ壊れて持ち逃げしたじゃん。あんこ詰めて口を大福にして。あと生きて帰るだけ。大丈夫だよ。行け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 。敵と戦う必要ないぞ。このまま帰れてくれ、頼む。で、これに
氷、ここにぶち込んで。で、2番。A の2番。違う。C の2番。来た。始まる。何かが。よし。なんもならへんやんけ。なあ。思い出のミュージックみたいな感じか。Heart on the lake。湖のほとりで。治った？ Spent the whole day there。一日中過ごした。暇だったんだ。Just the two of us staring at the water。思い出の曲なんだ。ああ、壊れちゃう。そらす。壊れちゃった。お、なーにこの洋館の鍵。バーニーリーズの鍵。裏からか。この先か。